皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室集客しっかり稼げるバイブルのテーマは数字は嘘をつかないというお話をしてみたいと思います。コンサルティングをしているとですね、当然全てが順調に全員の人がこう右肩上がりに、全くこう躊躇なくそのまま行くっていうことはまずありえないですね。もちろん順調に行く人もいますけれども、その途中の過程で修正したり何か、いじったりとかしながらやっていくケースが結構多かったりします。それで、その過程の中で、じゃあ例えば何が今どう停滞していてうまくいってないのかという話をするときにですね、あんまりこうね、女性という一括りにしたくはないんですけども、傾向があるっていうことで聞いてもらったらいいと思うんですが、概念的な言葉を使って表現する方が結構多いんですよね。例えば、私一生懸命集客やってますとかね、一生懸命やってますって、一生懸命っていうのは自分自身の、スタンスと、あとはそのなんていうのかな、どう動いているかっていう心情的な部分の話であって、客観的な評価とか客観的なデータではないですね。あとは、たくさん活動しましたとかね、たくさんとは一体とか、いろいろやってるんですけれどもという、このいろいろとかですね、それを結局アドバイスするために、具体的な方向を伝えようとすると、たくさんとかいろいろとか一生懸命とかって言われてしまうとですね、ご本人の、考え方、見え方になるので、客観視できない状態になるんですよね。じゃあこれを実際に、じゃあ行動に変えるためのアドバイスをするときにどういうアドバイスになるかっていうと、例えば、そうですね、私との、約束において、じゃあ例にしましょう、YouTube 動画を1日3本上げると約束したとします。そして、それぐらいの量があるといいよねっていう話を合意をして、1ヶ月やれば、30日もし頑張れば1ヶ月で90本の動画をアップして、当然それは集客しやすい、タイトルであったりとか内容があったりとかっていう、その状態は踏んだ上で量を頑張っていこうっていう目標値を作ったとします。そうすると、じゃあそれに対して何本だったのかっていう話なんですね。だから例えばご本人が一生懸命やったとしても、例えばそれが10本、一生懸命な10本って構わないんですけどね、10本ってことは90本に対して10本だったから、やっぱ半分は超えてないし、というかむしろね、約 10% 近くでしかない、8% とかね、それぐらいになるのかもしれないですけど、ということはやはり目標がそういう形で作ろうっていう決めて動いてるところにおいては、やっぱりできてないっていう状態、自分が頑張ったとこ頑張ってたではなくですね。同様に例えば、読者を増やしていこうとか、例えば LINE アットの読者を、100人増やすとか、フォロワーを何人、メルマガ登録を何人とかっていう具体的に分かりやすい数値でもしも目標を掲げたとしたら、一生懸命やったとかたくさん動いたとかではなく、その数字が一つの指標になりますよね。で、前にご相談いただいた内容で、って思ったのが、私ものすごく頑張ったのにウェブサイトを見ている人がそんなに増えてないんですっていう話で、そんなに増えてないんだったら、要は彼女の言い分はやる価値がないんじゃないかっていう話だったんですね。そんなに増えてないっていう、そんなにっていうのは一体 何なんだっていうところなんですけれどもね。例えばそのそんなにの元々が、そうですね、10人とかね、しか見てなかったっていうのが、11人12人とかね、あと20人だったとしても、確かにこれって微差と誤差の世界ですよね。で、じゃあ例えばそれが50人とか増えたとしたら、
まあその頑張った量がどれぐらいの量だったかわからないですけれども、まあ効果があったっていうふうに本人が見なすのかっていうところでもあるんですが、その動いた量と、まあ例えばそのサイト訪問をね増やすっていう、ここを連動させて考えた時に、その動いた量っていうのがその量に対して適切かどうかっていうのも当然あって、例えばサイトの、ね、見せる人数50人とかっていうふうに自分の中で決めたのに、自分の中では一生懸命やったかもしれないけれども、1ヶ月に10記事の更新でしたとか言うと、やはりそんなに劇的には増えないですよね。劇的に増やしたかったら、やっぱり数の方もちょっとパーンと一回跳ねさせるところまでいかないと、まあ目立つというか探してもらうというか、その領域までいかないんですよね。だからあの前にももしかしたらちょっとお話ししたかもしれないんですけど、成功曲線っていうのは全然正比例じゃなくて、むしろこういうずっとこの状態で、そしてギュンって上がる、ここまでがあの我慢できない人が非常に多いですよね。その我慢できないのはなぜなのかっていうと、小さな成功体験がしにくいからなんです。例えば目に見えてこう増えてるなとか、読者登録が増えてるなとかっていうのが分かると、あとはコメントとか増えてたりすると、もうちょっとモチベーションって上がったりするのかもしれないですけれども、ここがね続くんですよ通常は。じゃあここの期間を短くするためにはどうしたらいいのかっていう話なんですが、これね量しかないんですよ。短期間にある程度集中的に量、行動量を投下しないと、この期間って短くならないんですね。あとはメディアミックスです。あの1個のメディアだけだと、そのメディアを見てる人が限られてしまうので、Facebook を見ている人、ブログを見ている人、 YouTube を見ている人、Instagram を見ている人っていう、それぞれに顧客層がいろいろいるはずなんですよね。だから全部に資本を割くのはそれは大変だっていうのは重々分かっているんですが、短期間で一気に露出度を高めるというと、やっぱメディアミックスっていうのもどの道必要になってくるので、そうですね、開業スタート時からね3年くらいは、まあそれこそ石の上にもっていうわけじゃないんですけどね、努力し続けるっていうことがどちらかっていうと大事なので、そこを一つ抜けると集客とかも楽になりますし、年々集客が楽になるはずなんです。積み上げが出てくるから。だから初年度どこまで気合い入れて頑張れるかが、実はスタートダッシュとしてはとても大事だったりすることがありますね。いろんな先生、長年うまくいってる先生とか話聞いても、スタートダッシュは結構すざましい状態でやってる先生多いですね。だからやっぱりそのスタートダッシュがあるから財産となって、まあ、生徒さんもたくさん来てくれるようになってっていうのができているのが、まあ、現状なんじゃないのかなというふうに思ったりもしています。なのでご自身が思っているものは、概念的なものではなく、きちんと数字で話をしようっていうことが、今日お伝えしたかったことになりますので、具体的に女性はね数字言いながら言うのが苦手な人が多いので、自分の中の目標値とかも分かりやすくね、大きな壮大な目標である必要はないんです。毎日一個ずつそれをクリアできる程度の目標でも構わないので、続けることが結構大事なんで、そこにも注目してやってみていただければと思います。それでは。